天神橋筋六丁目駅は、大阪府大阪市北区天神橋六丁目にある、大阪市高速電気軌道、阪急電鉄の駅である。堺筋線と谷町線、阪急地里線の三路線が乗り入れ、このうち堺筋線と地里線は、相互直通運転を実施している。駅及び、周辺地域は、天六と呼ばれ、親しまれている。駅番号は、大阪メトロ谷町線が、 T18、堺筋線が K11。1969年までは大阪市電が、1975年までは阪神北大阪線が地上に乗り入れていた。本校では前身となる阪急単独駅時代の天神橋駅についても述べる。1925年10月17日、新京阪鉄道が大阪側のターミナルとして、 天神橋駅を置いた。これが、現在の天神橋筋六丁目駅の直接のルーツであり、当時の隣駅である、長良駅とともに、近畿発の高架駅として知られる。この駅名は開業当時の町名、天神橋筋を端折ったものであって、橋梁の天神橋は、境筋線、北浜駅東方にある。開業当初は仮駅で開業し、 翌年地上7階建ての駅ビルが完成するが、この駅ビルはアメリカのパシフィック電鉄の駅をモデルにしたものと言われ、日本におけるターミナルビルの先駆として名高い。駅の3.4階には新京阪マーケットが入っており、安さと品揃えの良さで人気を集めた。この他、5.6階に新京阪の本社、7階に新京阪会館と北大阪クラブが入居しており、 新京阪が京阪に合併されると、阪急に戦時統合されるまで当駅に京阪の本社事務所が置かれた。プラットホームはビルの2階部にあり、串型のホーム3面と軌道古線を備えていた。当初はホーム北よりを校車ホームとし、列車は校車客を下ろして奥に進み、乗車客の取り扱いを行っていた。新京阪のターミナルであったことから、戦前には、 特急や急行はその多くが当駅発着であった。戦時中に新京阪が阪急と統合され京阪神、急行電鉄となった後、戦後1950年に特急が復活した時は当駅発着であったものの、1956年以降はすべて梅田駅発着となり、当駅に発着するのは普通列車のみとなった。1970年の大阪万博開催に備えて、 堺筋線が建設され、阪急千里線と、相互直通運転を行うことになった。それに合わせて、当駅の地下化工事が行われ、工事期間中は、天神橋駅に通じる単線の仮設線を設けて、工事を行った。地下加護駅ビルは改装され、天六阪急ビルとなって存続し駅のホーム跡も、 はっきりと認めることができたが、再開発計画に伴い2010年に取り壊された。なお、跡地には2013年に、阪急不動産によって、超高層マンション、ジオタワー点6が建てられ、その居住者用ロビーには、駅階段部に使用されていた大遺跡が、アクセントパネルとなって保存されている。当駅にはかつて、阪神北大阪線も乗り入れていたが、これは、 阪神国道線と同じく路面電車であり、駅も電停に類するものであった。伏線の併用軌道が駅手前で単線になり、片側の線路敷を利用して安全地帯が設けられていた。電停ながら阪神電車乗り場と書かれた大きな看板が掲げられていた。駅跡は道路となっている。大阪市電の電停には、 1915年から1927年の長江橋延長までループ線が設けられ、ポールや救助網の昇降など折り返しの手間が省かれていたことが特筆される。堺筋線、阪急線ホーム、谷町線ホーム谷町線、堺筋線、阪急千里線ともに島式ホーム一面二線を有する地下駅である。坂筋線、阪急ホームは大阪メトロと、 阪急電鉄の共同使用駅で大阪メトロが管轄している。当駅で大阪メトロと阪急電鉄の乗務員が交代する。当駅を境に千里線北千里駅及び淡路駅から京都本線の高槻市駅へ相互直通運転を行っており、同一ホームに発着する。また一部の列車は京都河原町駅まで運転されている。平日ダイヤでは、 堺筋線の約半分の列車が東駅始発、終着であり、北千里駅寄りの逆 I 字型の引き上げ線を利用して折り返す。また、早朝、深夜は阪急線方面から東駅終着の列車が存在する。こちらの列車は天下茶屋駅寄りの片渡り線を利用して折り返す。二千十三年のダイヤ改正で、北千里発天神橋筋六丁目行の使用車両が、 阪急車両から大阪メトロ車両に変更され、当駅到着後は国島寄りの引上げ線へ改装され、翌日5時12分発天ヶ茶屋行となる。谷町線ホームは堺井筋線より深い位置にある。両線のホームは北改札付近の連絡通路でつながっている。その他、谷町線ホーム、第二駅寄りには、東改札、坂井筋線ホーム天ヶ茶屋駅寄りには、 南改札がある。東改札には、阪急電鉄の券売機が設置されていないが、阪急線の乗車券での入り出場は可能である。両ホームは、離れており、計算段階の回移動が必要なため、乗り換えは、南森町駅の方が、比較的容易である。当駅は、堺井筋、本町管区駅に所属しており、駅長が配置され、当駅及び、 大木町駅を管轄している。谷町線全列車が各駅に停車する。日中は大日駅や南駅間の運行に統一されており、6分間隔で運行される。平日の朝夕ラッシュ時には、宮古島駅分の里駅、切れ売り割駅間の運行の列車もあり、当駅の停車本数が増加する。境筋線、阪急千里線普通のほか 平日日中を除いて、堺井筋準急が運行されている。東駅天下茶屋駅間の堺井筋、船内折り返し列車が運転されているほか、阪急京都本線京都河原町駅、または阪急地里線北千里駅まで相互直通運転を行っている。堺井筋線内の途中駅発着列車はない。朝、夜には地里線淡路駅、京都本線小弱駅、 茨城市駅発着、朝、夕方に、相川発、平日の朝、夕方と土曜、休日の朝、夜には、京都河原町行きの普通列車が運転されている。北千里駅発着列車は、大阪梅田駅発着の京都本線普通と、京都本線直通列車は、大阪梅田駅発着の千里線直通列車と、それぞれ、淡路駅で接続することを考慮している。 平日日中は、北千里発着、東駅発着、高槻市発着、東駅発着を繰り返す20分サイクルでの運行で、堺井筋線内は5分間隔、千里線内は約10分間隔で運行されている。同休日の日中は東駅発着がなくなり、堺井筋準急が1本加わることで堺井筋線、千里線とも20分サイクルに3本での運行となっている。 このほか、2009年と2011年から2018年までの春、秋の行楽シーズンには、天下茶屋駅阪急嵐山線嵐山駅間に臨時直通列車が設定されており、2011年から2018年の間は、堺井筋線内も通過運転を行う直通特急、ホズとして運行していた。詳細は、阪急嵐山線臨時列車を参照。 各年度の1日乗降、乗車人員は下表の通り、現在、町名は天神橋6丁目、駅名は天神橋筋6丁目と異なっている。これは、1900年から天神橋筋6丁目という町名だったが、1977年に、大淀読側が、翌1978年に、北区側がそれぞれ天神橋筋を天神橋に解消したことによる。 よって、阪神、大阪市電、大阪メトロ、阪急の4駅とも駅名に、当時の町名を採用したことになる。最寄りの停留所は、天神橋筋と宮古島通りの交差点付近にある、天神橋6丁目、天神橋筋6丁目となる。大阪シティバスの停留所名は、駅名と異なり、地名に合わせ、筋の文字は入らない。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバス、 阪神バスにより運行されている。天神橋6丁目天神橋筋6丁目天神橋8丁目。なお、戦中の1944年までは、東駅、国島駅間、新淀川橋梁の南側に、長良駅が存在した。利用状況の出展。ありがとうございます。